大丈夫か。つかお前本当に伊達なのか。ああ、だがどうして分かった。相棒ってやつが電話で教えてくれたんだ。さっきの野郎との会話も盗聴みてえな感じで。相棒が。そいつはどこにいる。見当たらねえみてえな。埼玉左の眼下。うわっ、おい、どうした。悪いや、もう動けず。こいつを持ってけ。さあ早くしろ。アセトンちゃんと彼女のおふくろさんが危険なんだろう。頼む、二人を助け。イリス。伊達くん、君は花火は好きかい。僕は大好きだよ。ほんの一瞬のきらめき、束の間に見せる洗礼、わずかに秩序の閃光を放ち、たちまち混沌の中へと溶けていく。人の命も同じだよね。宇宙全体の歴史から見れば。ダメだ、照準が合わない。相棒がいないから左目の機能は使えないし。刹那の中で咲いて散る。たった一度だけ、瞬間だけ、二度と同じものには巡り合えない。だからこそ人生は美しい、そう思わない。一か八かかけてみるか。だがもしもイリスに当たってし。というわけで、そろそろショーを始めるとしよう。これから君に見てもらうのは世界で一番美しい花火だ。飛び散る濃焼、舞い上がる血しぶき、ほんの一瞬のアートさ。だから瞬きせずにしっかりと焼き付けてもらいたい。その残された片方の目に。くそ、どうすりゃいいんだ。水木、天命、私のイリスに何してくれたんじゃ。アセトンちゃん、助けに来たよ。待て、水木。どうだ、見つかったか。ううん、どこにもいない。あの野郎、一体どこに。相棒って女の子から連絡があったんだ。それでこれまでのこととか全部聞いて。もちろん入れ替わりのこともね。私、さっきのあいつ、サイトっていうやつから、おじさま、本当のおじさまに戻ったんですね。うん、そうだよ。僕らが行かなくて誰が行くのさ。あ、だけど勘違いしないでね。私たちは別に伊達を助けに来たわけじゃないから。イリスと、イリスのママを救出するために。分かったよ。大丈夫だよ、このぐらい
私のことはどうでもいいから、早くあいつを。私は平気です。それよりも早くママを。もし扉が開く音は聞こえちゃう、多分。なんか見物人が増えちゃったみたいだけど、まあいっか。ショーの観客は大いに越したことはないし、君たちも見たいでしょ花火。それとも見たくない？そっか、見たくないか。それじゃあこうしよう、伊達くん、その銃を捨ててくれないかな。そしたら花火大会は中止にしてあげるよ。僕は引き金を引かないし、この女も速やかに解放する。嘘だよ、だって信じちゃダメだ。さあ、そこから銃を投げ捨てるんだ。おっと、条件を飲むつもりはなさそうだね、伊達さん。いいよ、撃ちたいんでしょ。だったら好きにするといい。その代わり一発だけね。君はその一発で確実に僕を仕留めなければならない。もしも外したら、次の瞬間ショーが始まる。この女の脳みそが水風船みたいに弾け飛ぶってことだ。さあどうする？よくできました。だけどまだ花丸はあげられないな。その銃を捨ててくれなきゃショーは中止にならないよ。1分やろう。1分以内に従わなければ僕は花火を打ち上げる。あ、あとそれからもう一つ、
君たち4人のうちの誰かが一歩でも動いたら、その時点でカウントはゼロになるから。さあ、それじゃ始めよ。よーい、スタート。59 58。伊達さん、これを見て。さっきの子から映像通信が。アイボ、伊達、時間がない。よく聞いてくれ。さっきも言ったが、私はこいつの中から抜け出すことができない。強力な電流を浴びたせいで体の回路がショートしてしまったから、電気ショックを与えてこいつを失神させることも不可能。しかし一つだけ、自爆だ。ちょうどいい。この機械にキーナンバーを決めておこう。コマンド41205。お前がこの番号を告げたら、私は速やかに自爆する。いや、それだけではちょっと危険だ。さっきの数字は第一段階の解除機、それを告げてから1分以内に第二のコマンドを発行したら。その第二のコマンドとは？俺が何か嘘をついたら。嘘？真実とは異なること、本当とは真逆のことを言ったら、そいつを第二のコマンドとみなしてほしい。お前のストレージのデータは？残念ながら根こそぎ削除された。今の私はローカルに保存されたデータのみで会話している。じゃあお前の本体が消えちまったら。当然消滅することに。10 9。さあ言え、言うんだ伊達。6。伊達、コマンド2 1。君はつくづく間抜けな男だね。僕が約束を守るようなやつだと思う？これで花火の玉は5つになった。君が銃を捨てなければ1つで済んだのに。どういうことかわかるよね？そう、僕はこの女を処分した後、君たち4人の頭も吹っ飛ばすってことさ。まったくバカなことをしたよね。後悔しきりだよね。いいよいいよ、その燃え盛るような右の目。さあ、その目でしかと見届けるがいい。この女の哀れな死に様を、炸裂する脳中の花火を。アイボ、聞こえるか？ああ、もう他に手はなさそうだ。分かってる。コマンド41205。相棒。相棒、俺はお前が大嫌いだ。消えてなくなれ。第二コマンドを確認。了解だ。じゃあね。